高田川部屋は日本相撲協会所属の相撲部屋。現在は二所の席一門に所属している。1974年3月場所に現役を引退して高砂部屋の部屋付き親方となった年より、八代高田川が同年4月に内弟子8八人を連れて高砂部屋から分家独立して高田川部屋を創設した。八代高田川は小結び、前の至る屋兼、秋 幕打ち、嫌いほなどといった関取を育て上げた。それまでは高砂一門に属していたが、1998年1月に行われた日本相撲協会理事選挙において、八代は高砂一門内の候補者一本化に反対して、立候補したために同一門を破門された。八代はそれでも理事に2期連続して当選し、部屋は、 どこの一門にも属さない無所属の部屋となった。当時の日本相撲協会理事長である14代、時津風が優待すると、8代は理事への立候補を取りやめ、北の海親方の理事長当選に向けて影響力を持った。2004年5月には、高野花部屋を事実上破門された17代藤島を部屋付き親方として受け入れ、同時に17代藤島は16代、 千田川を襲名した。八代は2010年3月に定年退職を迎えるため、2009年8月5日付で16代、千田川と年寄り名跡を交換し、16代、千田川は9代高田川を襲名して部屋を継承した。9代は稽古場に鉄砲柱を5本も建てた部屋を東京都江東区清町に新築し、同年9月5日に部屋開きを行った。 2012年11月場所に、竜電が新十両へ昇進し、九代が部屋の師匠に就任してからは、初となる関取が誕生している。九代が、元は、二所の関一門の旧、二子山部屋の出身である一方で、旧、二子山部屋から解消した高野花部屋は2010年1月に行われた日本相撲協会理事選挙をめぐって、二所の関一門を離脱した。 これを受けて、2011年1月に統一門へ、加入する運びとなり、同年1月17日に行われた一門会において、正式に加入した。2021年4月には閉鎖されたミ崎部屋から15代花籠と、行事1名を引き取った。日本相撲協会は、2020年4月10日に、各開発の2019、新型コロナウイルス感染者が出たことを発表した。 同月25日には、高田川と白陽山、力士養成院ら4名の感染と入院が発表され、30日に、柴田山広報部長は、この6名の退院を明らかにしている。力士養成院については、個人情報保護の観点から、力士名と所属する部屋の公表はされていなかったが、5月13日に、勝負師の死去とその経緯が発表された。それによると四月四 5日に38度台の発熱があったことから、師匠らが保健所に電話をしたがつながらなかったという。近隣の複数の病院に受け付けてもらえず、4月8日に血痰が見られたことから救急車を呼び、この夜に都内の大学病院に入院した。簡易検査の結果は陰性だったが9日に状態が悪化して転院し、10日に PCR 検査で陽性と判定された。 19日より集中治療室で治療を受けていたが5月13日に新型コロナウイルス性肺炎による多臓器不全のため死去したという。ス撲ー協会は勝負師の発症時期が都内の医療機関が逼迫した時期と重なったことも説明しており、八角理事長は協会を通して発表したコメント中で懸命の措置を行った医療関係者たちに謝意を表している。 勝負師は2014年に糖尿病による低血糖障害を患っており、このことが感染後の重症化につながったのではないかという指摘もなされている。柴田山広報部長は5月13日に代表取材に電話で応じ、相撲部屋に所属している協会員のうち希望者を対象とした抗体検査を行うことを明かした。専門機関に依頼し、すでに各部屋に資料は 送付済みであるという、同月18日から検査が始まり、毎日に3部屋ずつ約40人を対象に検査を実施、各部屋に検査機関から機材が運ばれて血液採取が行われた。体調確認も並行して行い、状況によっては PCR 検査の必要性について専門家の指示を仰ぐという。現状で外出、出稽古は禁止、 また日常生活にも制限を受けて過ごしている、力士たちや部屋関係者の不安感を取り除き、今後の感染対策に活かしていくという。また、検査結果は、専門家たちの一つの研究材料としても用いられ、個人情報ではなく専門家から見た検査結果が公表されるという。6月5日時点では、抗体検出はなかったという途中経過報告がなされ、 同月12日に全45部屋の利益士、親方、裏方、相撲部屋の女将やマネージャーのうち希望者の全員の交代検査が終了したことが発表された。15日に電話取材に応じた16代、高崎によると、PCR 検査等の追加検査は行われず、全体の検査結果の発表は、専門家の意見を聞いて、まとめることとなるという。また7月場所開催の可否は、 理事会に諮られるという。19日の時点では、研究機関から連絡は来ていないが、場所開催の可否は別として、国技館での場所運営シミュレーションをして動線など、環境の確認などを行い、議論を重ねていくという。22日には、小車事業部長が取材に応じ、全体の検査結果を受けて開く、理事会に、専門家を招いて、意見を聞くこと。 感染防止のためのガイドラインを作成することなどを明言した。7月6日、日本相撲協会は抗体検査の結果を発表。集団感染のあった高田川部屋以外の44部屋に所属する協会員891人のうち抗体陽性者は5人で比率にして0.56%であった。抗体検査陽性者のうち承諾を得られた4人の PCR 検査結果は陰性。残りの1名も5月以前の感染と見られることから治癒していると見なせるという。八角理事長は、この度の抗体検査は、協会員が自発的に検査を受け、陰義があり、7月場所に向けて稽古に専念できる環境が整いました。一人の力士が亡くなったことは痛恨の極みであり、今後、絶対に、 そのような事態に陥らないよう協会員の健康管理、感染防止を徹底する所存ですとコメントを出した。高田川は大阪相撲の年寄り名跡であり、三代高田川の時に東西合併により加入した。横綱、宮城山が1931年に引退して九大白玉を襲名して白玉部屋を設立すると、三代高田川は九大白玉に、 弟子を譲って隠居したが、1932年に九大白玉から六大、柴田山を襲名して柴田山部屋を経営していた六大、柴田山が1943年に亡くなると、三代、高田川はその弟子たちを預かった。しかし、1944年に三代、高田川が死去したため、所属力士は高砂部屋へ移籍した。その中には、後の小結び、旧金や幕内、 島二色たちがいた。ありがとうございます。